供の頃、大の練習嫌いだったピアノ。そんな僕のために母は調律を欠かさなかった。成長してからも年に一度帰るだけの僕のために。ちょっと手のかかるこの楽器が僕は大好きだ。音の数だけ末永く。ピアノコンシェルジュ、シロア楽器。